タルウルガマンダ、まあその多分その三本軸は多分変えれへんな。うわ、オオスザメや。な、珍しいな。焼き鳥。いやー、ファイヤロみたいなクソみたいなポケモンが出てきたからね、もうオオスザメ誰もつかなくなったけど。焼き鳥と言ったら彼ですから。もうね、はっきり言うけどね、何あの、なんかもう、何はいやろ、あのポケモンは第7世代から削除した方がいいよ。うん、ファイヤロー第7世代で削除すべきやと思う。それかあのハヤテの翼じゃなくすべきやろ。対策してないのが悪い。まあそう言われたらおしまいやけどさ。いや結局そういうのは対策する手段って限られてるから、別に対策すれば怖くないって言っても対策できるポケモンって限られてるし、結局そのせいで冷凍のポケモンになんか彩りがなくなってる気もするんですよね、正直。そうやって極端に強いポケモンが存在するから、なんかみんな同じポケモン使いたりよったりのポケモンを使わざるを得ない状況になってるんじゃないのって俺は思うだけで、まあ考える人それぞれですけど、で俺はそれがつまらんって思ってる。でクソやん、だってポケモン700匹おんのにレードで見かけるのせいぜい30匹やんけ。このオオスバメのこのなんかいかにも墜落しそうな感じ、ちょっとなんかかっこ悪いな。落ちそうやん。なんで震えてんのあれ。あ、しかも落とせない。まあ、スカイバトルのね、あれ影響やろね。月光が海外勢やからなんか水手裏剣は入れてそうやな。あー、やっぱ入れた。弾か、しかも。あ、そういえば確かにギルガルド今日見えへんな。ギルガル今日見ないですね。鬼子とか。アクは多分一回は耐えないわ。玉やし耐えないか。負け。あー、もう急所とか当たられたらさ、データ取れへんやんけ。いや正直こっちももうなんかグレネ、あのこいつ出てきた時点で終わりやな。であと冷凍ビームやろ。
あのなんかマフラーみたいなベロなんやったっけ。実際なんかベロをあんな、なんかあんな外に出しながら生活しろってやったら絶対無理やな。なんかベロとかさ、あんな出してたら気に引っかかったりとかしたらもう激痛が走りそう。ちょっと気に引っかかっただけでもベロちょっとビシッて切れただけでもうわーってなるぞ。痛いわあれ絶対。なんで リスナーを不愉快にするような発言ばかり。やべ、そんなことないでしょ。気に入るようにそういうおじさん月光がみたいなおじさん、いやすごすごいな。あー、デンチュラこのパーティーにマッチすんのかな。初めて秋葉に行ってきました。不女子の多さに圧倒されました。いや秋葉って不女子多いなんか秋葉もなんかもう一般人しかおらんくらい、なんかもう普通、なんかもう見た目からなんかさ、なんか何よ、もう僕はやっぱりね、秋葉原最初行く前はね、なんかもうオタクの聖地と思ってたんですけどね、なんかあそこもね普通の人しかいないっすよ。秋葉も確かになんかそのアニメイトとかそういうなんかそういうなんかオタ系のなんかねお店の中やったら知らんけど、でかあそこビジネス街やんな秋葉って。な、特に平日とかはだいたいサラリーマンやんなあそこ。あと外国人多いよな。俺が外国人じゃないし。ああ、これもう月光がマジうざいなあれ。日本橋は若干昭和の匂い。まあ大阪のね、日本橋は確かにね、ちょっと秋葉とはちょっとちゃうやな。秋葉って、今秋葉はほんまにもうなんか、完成された感じするよね。色違いこれ。あ、違うわ。オッケー、お前のその選出、もろバレてっから。月光がクチートやと思われる。確かにクチートに対して言うことはないよな。いや、メガギャラ普通におるよ。今日も何体かおったよ。あ、ブラッキーも確かにいいかもな。いや、池袋とかもうリア充しかおらんやろ。池袋も渋谷も嫌い。新宿も嫌い。いや、行かないし。なんかかろうじて秋葉ぐらいな、いけるな俺でも。ウィーン、ウィーン、ウィーン、これしまった、電流の特性忘れてた、しまった。火炎放射じゃなくて、定め気で行くべきやった。流派味覚糖？うわいや。完全にメガ電流のことを忘れてたわ。落ちないかな？まあ、無理か。ただ結構相手もジリビンな感じ。あ、てかこれもう一回前やったかもな。もう一発ぐらい前だかもしれない。
確かに、なんで10万じゃないんだろう、ここ。警戒してるか、俺の魅力にも。ソロ中ですが、人生対して。ソロ中って何やねん。ぼっち？俺もどっちかというとソロ中かもね。あんま群れて行動するの好きじゃないね、俺も。ここ水手裏剣がなければ勝ちやな。あー、なんで持ってんの今日は。なんかとことごとくさ。うーわ、効くし、しかも弾かな。弾じゃないってことはタスキの可能性が濃厚か。もう月光河のせいでも何もかも終わりやし、負け。これは負け。あ、最近増え始めたんや、水手裏剣。コロッコロ環境変わりやがった。あ、ケタグリ、これは耐える。弾じゃなければ耐える。タイプ1、威力120とは言え。はい、耐えた。180か。あ、100、うん、だからタイプ1で120、タイプ1の120で、タイプ1で180と。頼む、落ちてくれ、頼む、落ちてくれ。オッケー、ナイスランス。ソロ銃なんお前ら。はい、これは勝ち。はい、勝ち。勝っていく。普通にクラスの人に声かけられるけど、友達になろうとはしない。なろうとしない。あ、自ら距離を置くタイプなの。ちょっと次勝ったらちょっと一回休憩するか。一応延長しとこう。これ何このパーティこれ。ドジョッチはひどいけど、なんか左下もあれ多分、あれ、あいつもなんか進化してないよな。ビル・ゲイツやんな、あいつ。オーダルじゃなくて。じゃあ、アリ・ゲイツ。ビル・ゲイツ。あいつ、アリ・ゲイツやんな。進化してないよな。いや、なんかコメントにあったからちょっと読んじゃった、そのまま。じゃあ、アリゲイツ、アリゲイツ。マイクロソフトからの資格。資格ね。半角芝の多さやばいな、この放送。それなんか、そこって大事なの？半角でも全角でもいいやん。だ、半角やとなんなん？半角で打つってのは どういう意味なん、ちなみに。